皆さんこんにちは、富塚優子です。今日もですね、不動産と投資についてのお役立ち情報を皆さんにお伝えしていきたいと思います。はい、ここ何回かでさせていただいているのは不動産の法律知識ですね。不動産だけに限らず、この先、皆さん介護が出てくるとか、あとですね、介護にまつわってその後相続も出てくるとかで、その後自分の持ってる親から引き継いだものの不動産をどうやって活用していこうかなっていうことも出てくると思いますので、こうした基本的な法律知識は、覚えておいて損はないと思います。ついでに宅建としまして、これを皆さん勉強していただくと宅建も受けられるよということもですね、お話をしていこうかなと思っています。はい、この前とその前の2回で債権債務についてお話をしました。今日はこちらのですね、債権債務の具体的な問題をちょっと見ていきたいと思います。こちらに書かれてますのは、A は B に対して金銭債権を有している。つまりお金を貸したということですね。何かお金を貸して、それを返してもらうという権利を持っているということです。B は A に対してもお金を払わないといけないということですね。B の債務の履行について、確定期限があるときであっても、B は自分がお金を返すというこの義務をしっかり行うということですね。それについて確定期限があるときであっても、この確定期限というのはいついつまでにという期限ですね。例えば今月末までに、今は令和5年ですけれども、令和5年の丸月丸日までにとかですね、こうした期限があるときであっても、 B は A から履行の請求を受けるまでは履行辞退とはならないという選択肢があります。これが合ってるか間違ってるかということですね。履行の請求ってこれ何ですかというと、 A さんから B さんにお金を払ってください、あなたはお金を払わなきゃいけない義務がありますよと、ですからそれを払ってくださいということを言われる。そう言われない限りはということですね。履行の請求を受けるまではということは、お金を払ってくれと言われるまではということですね。そこを言われるまでは、履行自体とはならない。履行が遅くなる、遅れているということですね。遅れているということにはならないということなんですけれども、いついつまでに返してください、例えば3月31日までに返してください。で、3月31日が過ぎました。でも B さんはお金を返しません。でも A さんが B さんに返してくださいよって言わないので、 B さんは、自分のお金を払う、お金を返す義務が遅れているということにはならないということなんですね。これ見ていきますと、そうではない、これ×ですね。誤りで×になります。どういうことかと言いますと、もう3月31日ここまでに返すという約束だったわけですから、それを過ぎた段階で B さんは自分のやる義務をやっていないということになります。ですので契約で、例えばここまでに返さなかったら、その後1日あたりいくらあたりの利息をつけますよということであったら、利息はもうそこから計算されていく、もうその日からですね、加算されていくということになってしまうわけです。はい。ですので、これは誤りということになりますね。説明を読んでみますと、確定期限ある債務の場合、債権者は期限が到来した時から履行自体の責任を負います。今申し上げたようなことですね。仮に A さんから返してくれと言われなくてもですね、この3月31日が来た段階で、それが終わった段階でですね、B さんはもうお金払ってないわけですから、B さんは自分の債務を、実行していない。債務の場合に履行という言い方をしますけれども、履行はしていないということになりますので、履行が遅れているというふうに言われてしまうわけですね。ですので、離婚請求を受けるということは、これは条件ではないというふうに書いています。請求があったなしに関わらず、この時点で遅れてますということです。はい。これは具体的な問題ですね。こう、内容をですね、よくよく見てみると、そうなんだ、意外に簡単だなと思われるかもしれません。法律の用語って聞くとですね、とても難しいように見えてしまうかもしれませんけれども、実は、一つ一つですね、噛み砕いていくと、そんなに難しいお話をしてない。貸したものは、借りたものは返しなさいとかですね、こういうことしてはいけませんとかですね、道徳的な形で考えて、なるほどな、というふうに分かることが、多いですね。ですので、こういう形で、少しずつ問題を解きながらですね、
こうした法律の専門用語を覚えていかれると良いんじゃないかと思います。はい、今日もありがとうございました。次回もお楽しみに。